突然ですが、いつも突然です。今回はリアスポイラー本物欲しくなりました。お世話になりました。汎用リアスポイラー2年ほどワクワクさせてもらいましたよ。両面テープ跡をふきふき磨きます。こびりついています。ちょっと傷ついてました。純正ってよく見ると丸いですね。アシホンさんで購入 LCK61 クリアスポイラータイプ01です。ジャミーさんのオフ会でインタビューさせていただいた高橋36RS さんの LCK619 カスタムを見て見せていただき、めっちゃ欲しくなりました。 LCK619 リアスポイラータイプ01グリルも見た瞬間にビビッときましたよ。バンパーの裏は汚い、網は再利用しましたよ。グリル外さないとLCK619つけれないんですね。両面でペタリと貼るだけの仕様でした。まっすぐに貼れましたかね。グリルも超お気に入りです。ということでリアスポイラーが届きました。意外と軽い。今回は塗装編となります。AMSR プチプチいつもやってしまいます。最後は絞っておしまいということで、黒ゲルググゲルググ仕上げになっていましたね。一回当ててみましたよ。ぴったしでした。お風呂に一緒に入ります。足付けっていうんですか、磨いて磨いて、ここで手を抜くとリップスポイラーの時みたいに塗装がペロリンチョしますよ。乾いたら全体が真っ白結晶になるように、お風呂が真っ黒結晶になりました。ついでにお風呂清掃、ちょうどいい椅子が台になりました。台を作りました。塗装ルームを養生しました。油分をしっかりと拭き取って乾燥させ、そしてプライマーを塗りました。薄塗りです。プラサフグレーを塗りました。1回目、捨て拭き。プラサフ2回目塗ってきました。プラサフ3回目となります。そして4回目、色が完全に乗るまで塗りますよ。いい感じになってきました。プラサフ5回目です。小口のところに穴がありました。パテがないからプラサフを盛ることにしましたよ。後で削るからモリモリしときました。グレーでできたんで合わせてみました。こんな感じ、ええ感じです。グレーでも面白いかも。お風呂でまたまた磨くことにしました。塗装がしっかりのように、プラサフは水を弾くらしいです。知らんけど弾くらしいですよ。とにかく今回はツルツルにピカピカに磨いて、ポリッシャーも買ったので磨き、早く腕も磨いてください。プラサフは水弾かなくなれば磨けてるんだそうです。そういう判断ができるそうですよ。知らんけどね。ポリッシャーもなぜかお風呂でしてみました。これで水を流して、水が疎水していますね。あとは乾いた状態を見てどうでしょう。それでは1回目の上塗り、今回はホルツを選びました。ソフト99は青がきついブラックだったんで、光が当たると青く見えるんで、今回は
ホルツで全て塗ることにしました。ブラックのツヤツヤになるんでしょうか。いつも上塗り1回目不安になります。上塗り2回目です。本当にこれで塗れるのかって思いますよね。1回目の時塗装が2回目から乗ってきました。ここから気持ちいいんですね。色青みがなくていい感じの色ですね。真っ黒ですね。こっちの方が合うと思います。上塗り3回目です。塗りにくいところを小口とかを先に塗って意外を拭く感じに。塗りすぎないのがいいんだとネットに書いてましたよ。ネットに。上塗り4回目です。ワークスの黒ってブルーイッシュブラックパール 3ZJ3 という品番、ブルーが入っているスプレーはメーカーによって色が違うのがリップグリルリアスポを塗って分かりました。光が当たると青いのがソフト99ですね。チャンネル登録よろしくということで上塗り5回目です。終盤に近づいてきました。ムラなくまんべんなく塗ります。上塗り6回目、これラストにしようと思います。今回は塗装がしっかり乗っている、垂れなく塗れました。そしたらウレタンクリアの準備をします。後ろにあるこの蓋を外して逆にして時計回りに締め付ける。そして30回ぐらい振って3、4分経ってまた30回ぐらい振るみたいなのを缶の裏に小さい字で書いてたんですが、ちょっとよくわからないんで適当に振ってしまいました。3回ぐらいやりました。カラカラやりながらシュッと1回出して、クリアは粒々がそのまま固まるので重ね塗りをしないと柚子肌になってしまいます。私みたいになりますよ。だから勇気を出してツヤが出たなっていうぐらいまでかけるのがいい。でもリップもグリルもエンドして拭いたんで柚子肌になってしまいました。今回はどうでしょう。ツヤが出てきました。垂れないように頑張って塗ります。今回はマシかなと思います。やっぱり塗装って難しい。ツルツルにするのは難しいと思いました。クリアはこの辺で終わります。残りはぽいですね。乾燥させて仕上がり具合を見てみたい。塗りたてはツヤツヤで綺麗に見えましたが、よく見るとやっぱり柚子肌でした。ワクワクワークスブレッシング。ビズペーパーを用意しました。ビズペーパーしてからのポリッシャーおったらさんコメントで教えていただきましたよ。最後は知らんけどって書いてましたけど、とりあえずやってみよう。コンパウンド3000から9800ってやつと表面のやつがあったんで順番に磨きましたよ。約2時間ほどじっくりと磨きました。土曜日の朝6時から8時にかけて、ついさっきですね、表面磨き用のこれコンパウンド、昔からお家にあったやつ、これでいいんかなと、これで最後にしました。映像で見てもらう通り表面に近い状態、パッと見は前よりもいい。プロに頼んだ方が安いとは思います。やってみたらでもいろいろ勉強になりました。早くつけたいのでとりあえず
完成。取り付けは眠いので明日にします。おやすみなさい。ということで、チャンネル登録よろしく。